言えば言うほどです。はい、さあこちらね、政治の力というのは本当に若い人のね、はい、こう力もというのはもう必要なことだと思いますけれども、これはもう地域であろうが国であろうが政治、はい、国際的なものはやっぱりね同じだと思います。動物奇想天ぷらさんからいただいております。アフリカ開発会議が2日目を迎えまして、安倍総理はアフリカで政情不安な地域に対して食料や教育などに今後5年間で1000億円の支援を行うことや、治安維持やテロ対策で2000人の人材を育成すると表明しました。アルジェリアの日本人人質事件も記憶に新しいことで、アフリカ支援は悪いことじゃないと思うけれども、尖閣諸島、ね、の問題が解決できない段階で海外の支援ができるのかと思います。普通に考えれば他人を助けるのは自分に問題がないことが第一条件だと思いますが、と、まあ、こういうご意見もございますね。キングボンビーナミちゃんは、何やらあれですね、首相になってからの安倍ちゃんは、この行動力、以前とは全く違う別人のようにすごいですね、というね。うんうん、まあこういったことがいろいろ気分に反映して、アベノミックス、株価がこうずっと、まあ今下がったとはいえ、はい、もう当時8000円台からしてみればですね、らい、2倍に近くなろうとした、まあそこまでいったらいかんということで、1万4000円を超えるか超えないかのあたりで今はね、はい、うろうろはしているんでしょうけどもね。高床式貸し倉庫。えらい、高床式貸し倉庫。はい、古風な倉庫やな。はい、はい。アフリカ開発会議。中国のケツ追いかけてアフリカにバンバン金をばらまいて、目的は何なんだ、やっぱり中国と同じく資金、資源とちゃうんか。一方中国の次なるターゲットは南米、まさかまたまた中国のケツを追いかけて今度は南米に金をばらまくんとちゃうやろな、と、まあ、こういうご意見もございます。一騎さん、ラクダがアフリカへ、ラクダ。安倍さんのことですか？巨額の支援を表明、国民から集めた税金を何だと思ってるんでしょうか。未曾有の大震災への復興予算でさえ平気で、他に使う無節操ぶりも許せません。リストラや給料カットで公務員を含む国民を苦しめながら、国会議員は全く身を削らない、大化の改新や明治維新に匹敵する改革が必要だと思います、ということなんですけども、結構厳しいご意見もありますがね。魚政商店車両部さん、まあこれなんでそういうアフリカに向けてということになるかというと、将来の資源と食料の確保の関係から速やかに行う案件であって、テレビで解説されていたんですけれども、日本向けに輸出する際に必要なる港湾施設の整備や道路などのインフラを ODA で支援して整備し、官民投資で農業経営や資源開発を行うことになっているということらしいですね、うん、目的としては。ね、人道的なところも、まあ、もちろんあるんでしょうけれども、やっぱりに日本のその会社企業なんかがアフリカに進出して、うん、そこでビジネスをするっていうののこの土台作りみたいなところに拠出するんだっていうようなこともありますから、うん、そういうとこ考えると、その回り回って自分とこの国日本のためにやるんだよっていう、うん、そういう意味合いもあるらしいですけど ね、うん、農場は主として日本向けの大豆の一大生産地化を目指しており、現地の農家への技術支援を、官、これ JICA などのその官のなどの独立行政法人などが行って、はい、生産された大豆の、買い取りを民間が請け負う形で、現地の農場経営がきちんと安定して成り立つようにしながら、大豆の生産量を増やし、日本にとって将来的に安定した大豆の輸入先を確保できるようにするという、まあ、そういう予定らしいです。それから資源に関してはレアメタル、天然ガスの権益確保を目指していると。で、これを、この権益確保というのが、中国やら韓国なんかももうガンガンこう入り込んでいって、はいはい、これが出遅れますと、日本の入り込む余地がなくなってしまうかもしれないと。はい、それから、まあ、食料自給率が低い日本としても、こういったところからまた食料をね、こう、輸入できたらいいなと、うん、まあ、そういう目的としては、まあ、そういうことらしいと。近いところとしては、それはね、地震の復興の方が先じゃないかっていうのももちろんなんですけれども、うん、長い目で見たときに、こういったお金も必要になってくるんだよというね、うん、難しいですね。まあ、そういうことでしょうかね。食料と資源は我が国の安全保障上欠かせない物資であり、
単にお金を恵んでいるんではなく決して無駄金ではないことを理解しておく必要があるだろうと、まあ、上政商店さんはまあこう言ってるわけですね、うん、坪井食堂小高支店さん ODA で資金援助をしていてもお礼も言わない中国の援助をやめてその分アフリカに投資したら良いと思います。今の今まで中国に援助したのは国益に反しておりましたと、まあ、こういうことで、まあ、援助の仕方一つとっても、はい、なんかいい場合と悪い場合があると、うん、今回のアフリカの場合はきっといいふうにいくだろうということでしょうかね。ゼニゲバ90分さん、それ自体は悪くありませんが国が借金苦なのに、どうしてそんなお金があるんだろうとは思ってしまいますとね、うんうん、いうようなお話とか、それから友和さんに至りましては、まあこれ利点も不安もいろいろあって、利点の方は日本企業の進出ということ、はい、から天然ガス、レアメタルなどのいわゆるこういったものをこうちゃんと手に入れることができるであろうという確保ですよね、うん、資源購入から日本の車などを売り込むこともできてくるであろうということがありますけれども、不安材料もいろいろです。まず治安が悪いということ、はい、この間もそうですよね、ある国で日本人の人たちが襲われたりとか、はい、ああいうことはあるのかと、うん、ねえ、工場にちゃんとこの銃を持った人がいて安全を守っている、それでもダメだったと、はい、日本では考えられないような治安の悪さの中で経済活動をどうしていくのか、はい、それから干ばつ洪水など自然との戦いもこれ半端ではないということですね、うん、せっかくその先の大豆やら農作物のいろんなことをやったとしても、はい、えらい干ばつでありました、洪水が来ましたというのはこれ日本の頻度ではないぐらいのことがあるというような不安と利点、いろいろ考えながらの今のこう安倍さんの行動であるということだと思います。